ディミタール・ランゲロフは、ブルガリア・ソフィア出身のサッカー選手。エネルギー・コットブス所属。ポジションはフォワード。元ブルガリア代表。ソフィアで生まれ育ち、地元のスラビア・ソフィアでキャリアをスタートさせた。2000年6月3日、ベロエ戦でプロデビューし、2006年まで6年間プレーした。2006年、ランゲロフは、ストラスブールに100万ユーロで移籍するも、2007年には、 アウエに貸し出された。その後エネルギーコットブスに貸し出されると、2008年には、正式にコットブス所属となりチームの主力選手となった。2009年6月16日、ボルシアドルトムントと100万ユーロで4年契約を結び、移籍した。2010年3月20日のバイエルレバー空前戦では、ブンデスリーが一部における地震初ゴールを決め、勝利に貢献した。 2010年9月4日、イスラエルプレミアリーグのマッカビテルアビブに期限付き移籍し、同年11月6日のハポエルアシュケロン戦でマッカビでの初ゴールを決めた。2011年6月28日、フルスのエネルギーコットブスに期限付き移籍。1年間ブンデスリーガ2部でプレーし、チーム最多の12得点を挙げた。2012年7月11日にスイススーパーリーグの FC ルテルン遺跡。遺跡金は公表されなかったが、メディアの報道では30万から35万ユーロと推測された。同年8月23日の UEFA ヨーロッパリーグのプレーオフ第一戦変ク戦では、ゴールを挙げて2から1の勝利に貢献するも、1週間後に行われた第二戦では、前半37分に退場となり、チームは2から0で敗れた。 トルコリーグの今夜スポル、ウムラーニェスポルへて、2018年10月に、フルスのエネルギーコットブスに2度目の復帰。ありがとうございます。